ご視聴ありがとうございます。ももかんと申します。今回は人類のビジュアルについて学術的に完全解説をしていきます。皆さんメリークリスマスです。今日はね、普段頑張ってる我々に凛姉ちゃんからいっぱいプレゼントもらいましょう。このチャンネルでは今後も推しの良さをすっきり理解できる動画たくさん作りますから、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。こちらは本動画に関する注意点です。気になる方は一時停止してご覧ください。今回はこのような流れで解説を進めていきます。では凛姉の3サイズと体型についてです。バストウエストヒップの大きさをキャラクターの少しから長さを計測して第二近似して求めました。凛姉のバストはトップが94センチ、アンダーが80センチで E カップとなっております。サイズ的にはフィービー、カルロッタと同程度でして、シカ、コンシよりはややボリュームがあるラインになってます。全体としてはこの位置になっておりまして、サイズ感としてはやや控えめよりの印象です。ただしね、あくまで服の上から見ているというところで、アンダーがちょっと盛り上がり気味ですからね、実際はもう 1,2 段階上がるかもっていう夢のあるパターンの可能性が非常に高くなっております。あ、 YouTube さん、これ学術的な話なんで規制せんといてくださいね。なお胸部のボリュームに近い指標のトップの長さだけを見ますと、ユーノや漂白者と同じぐらいになってます。名調はね、なかなかインフレがすごくて激戦区なんですけど、その中でもしっかり上の方に食い込んできております。ここでバストの形を正面と側面絡めてみましょう。女性のバストの正面の形は9種類に分かれることが知られています。凛姉のバストの正面の形に最も近いのはラウンドで、全体的に丸いかなという感じですね。衣装のガードが硬くてね、全部は見えへんねんけど、この空いてる隙間から察するにね、まあ、丸いかなと思います。次に横から見た形も見てみたいところですが、まあさすがにシャツがね、ちょっと見えないかなという感じがありますからね、こちらね、水着期待しておきたいと思います。またウエストは73センチでヒップは94センチでした。日本人女性の平均ヒップが90センチぐらいなんで、まあ、ちょっと大きめかなという感じです。ウエストヒップのバランスは 0.78 で、ウエストがしっかりしている部類かなという感じですね。この比率に近いのはカンタレラやコンシぐらいになってます。ウエストとヒップの比率は一般的に 0.7 ぐらいがバランスがいいとされていて、ヒップ側がでかい方がいいねと言われています。凛姉はそこから少し控えめなバランスに寄せてありまして、腰の細さを強調しすぎない健康的なお姉さん感というものを出してきているのが、逆にグッとくるポイントやなと思います。また3サイズから体型を3つに分類してみました。バストが大きいリンゴ型、くびれがある砂時計型、ヒップが大きいような仕方です。計算式は以下の感じです。計算の結果、凛姉の体型は砂時計型で、出すところはしっかり出して絞るところは絞るという感じになってます。パッと見スタイルもいい感じでまとまってるんですけど、計算してみたらやっぱりしっかり砂時計型ということで、凛姉ちゃんね、これはもう全男子が好きなやつやね。これはまあ正直好きですという方はぜひコメントお願いします。次に可愛いモーション見ていきましょう。まずは通常状態ですね。これ1段目でね、いきなり背中のジャケットを脱ぎ捨ておるんですよね。で、からの決めポーズ。まあ、控えめに言って神です。まあ、これでね、あ、この子押せるわってね、確信させてくれるわけですよ。で、2段目が投げたジャケットからの連撃です。極めつけは3段目のチャージショットよな。で、こっちに突き出してくるこのアングルね、もう全紳士の皆さん、準備はいいでしょうか。これがもしね、人生最後の光景やとしたら、私はね、もう思い残すことはないです。いや、もうむしろ撃たれたい。うん。さらに、強化状態に入ると、もうここからが本番という感じです。なんと初手で蹴ってくれます。ちさちゃんに続いてね、凛姉ちゃんまで蹴ってくれるとかね、もう運営さんね、俺たちの癖理解しすぎやろという感じですよね。あれね、私ね、もう決めました。私、絶対このクラスの担任やります。まあ、ちなみにね、私、教員免許を持ってるんでね、マジでやるときはやりますよ。うん。2段目の足でバランスを取るこの絶妙なポージングもこれ見てください。すっと伸びた足のラインが芸術的すぎてね、もう見栄えしか気にならん。で、その後に爆弾でドカンと吹き飛ばされるまでがワンセットです。いや、これはね、もう至高のコンボと言えるでしょう。では、太ももの太さを見ていきましょう。体の正面と側面の長さを計測して、円形近似を用いて周囲長を計算しています。ここが一番盛り上がりを感じますから、ここを計測しています。すると、太ももの周りの長さは68センチぐらいです。
前の厚みはだいたい 20.8 センチぐらいかなという感じですね。500ミリリットルペットボトルの高さが20センチぐらいですから、まあこれとだいたい同じぐらいかなという感じです。まあただこれね、まあ実は名調のキャラの中では意外と細めなんですよね。まあタンキンとかオリエぐらいになってます。まあ個人的にはこのね、太すぎない絶妙なラインのおかげでね、足がスラッと長く見えて非常に高ポイントですね。足細自然派の方にはまさにボーナスタイムと言えるでしょう。ではヒップライン見ていきましょう。ライン測定のために滑空状態を下から撮影してヒップラインのカーブを数値化しております。その結果、まあはっきり言うと絶妙の一言っすね。で、数字で言うと直線より約 17% ぐらいの膨らみやね。でかすぎず、でも物足りなさは一切ない。ちょっとだけ豊かめにも振ってるっていう一番贅沢な丸みなんよな。これをデザインした方は確実に分かってる側の人間ですね。ではこの体型が歩行に与える影響を見ていきましょう。リンネイの歩き、これね、全然落ち着きがないんですよね。もうとにかく揺れ物の主張が激しいです。もう髪の毛からアクセサリーから、そして我らが実りに至るまで、あらゆるパーツが物理法則にフルコミットしてるわけです。これね、チサと比べるとめちゃくちゃ対照的だなという印象がありますね。それぞれの個性がバチバチに映えてて、いやー大変素晴らしい。じゃあ次に全体的な服装と露出度、露出箇所、温根見ていくんやけど、これね、まあ、テーマを一言で言うんやったら、規律なんか知らんがな制服やね。もう一見すると白シャツにネクタイ、ID カードまで下げてね、まあなんか優等生そうやんっていう学生の方しっかり作ってるんですね。ただね、その上からハーネスを重ねてんのよね。で、この縛られてる感ね、型にはまってるようでいて実は全然はまってないというギャップがね、もう男の子の脳に刺さらんわけないやん。しかも首元は解放されて縛りと逆なことしててね、ギャップで紳士たちをもて遊んでるわけですわ。で、このシャツもなんか体に張り付いてるみたいにシワになっとるんですよね。いや、これね、先生もう限界やな。いやー、しっかり指導せなあかんな。ほんで、このキラキラの羽織ね、これキラキラしてヒラヒラ揺れとると前にある体の輪郭が強調されよるんよね。で、特にね、この腰のベルトね、ここに一番細いパーツがあるぞっつってね、もう脳に叩き込んでくるわけですわ。で、極めつけはこの太もものスカーターストラップね。まあ実用品ですよみたいな顔してポーチ下げてるんですけど、このポーチの重みでかえって食い込んでいってね、この肉感がすごいことになってるわけですわ。ポーチくんにはね、ぜひちぎれるその瞬間まで頑張ってほしいものです。ここで露出度計算のため医学で使われる肌面積計算の方法を編集して使います。すると露出度はだいたい 43% ぐらいかなという感じですね。数字だけ見ると椿とかカンタレラに近いラインになってます。まあ、半分は隠れてるっていうことやねんけど、もうおみ足をね、これだけ堂々と、しかも機能美としても出してくれてるんやからね、もう露出度なんてね、どうでもいいかなという感じです。あと温根は裏太ももね、これもほんまにこの感謝の気持ちはどこにぶつけたらええの。これね、開発チームの方、もし動画見ていらっしゃいましたらね、くっそ高い14台っていう日本酒、こちらお送りしますから、住所を DM までよろしくお願いします。次に身長を計算していきましょう。計算方法として、漂白者の手首から中指の長さを基準にしてます。ここの長さは女性平均でおおむね17センチらしいですから、この数値から身長を割り出しました。すると、リンネイの身長は頭頂あたりから足首までで165センチぐらいかなという感じです。足首までだと同じぐらいの身長なのは、調理とか優のあたりになってきます。まあね、このぐらいの身長だと、隣に並んだら絶対たまんないっすね。次に体重を推定してみました。体の各部位の体積をもとに体重を推定してます。こちら、超概算ですから注意です。計算の結果、リンネイの体重は服を除いて約64キロぐらいかなという感じです。身長165センチくらいの女性の標準体重は 60.6 キログラムぐらいですから、それをやや上回る結果かなと思います。まあ理由はもうね、画面見たらわかりますね。まあ、バストと太ももがね、もうそういうことですから。まあね、この詰まってる感こそがロマンやからね、まあこんなもんかなと思います。では次に服の破れ具合を見ていきましょう。このゲームはダメージを負うほど服が破れる仕様になってます。まず目立つのはこのスカートにある破れですね。もうかなり下まで破れてしまってます。前を見ると、
シャツのところもちょっと破れてるかなという感じがありますね。で、ぐるっと回ってみると靴下にも少し破れが目立つという感じですかね。あ、しかもこれなんか、透けてる？ちょっと透けるようになってますか、もしかして。あー、なるほどね。まあ、激しい戦闘で汗ばんでしまったということかなと思います。で、次に顔と髪を見ていくんですが、ここにもまたね、ギャル味を感じるんですね。何よりもね、ガムを噛んで口元を隠してんのがええんすわ。これ控えめな口角とガムね。もう笑顔で愛想を振りまくんというよりはね、いたずらっぽい余裕でこっちを翻弄してくる感じもあると。いやー、もう転がされたいっすね。先生ね、もうね、全部100点。固めにかかる長めの前髪ね。これ表情が完全に見えなくなってるからこそ、こっちが勝手にね、何考えてんだかなって想像しちゃうわけですね。で、このミステリアスな雰囲気こそが色っぽさにつながっているという感じです。で、目は横長で目尻がちょっとだけ上がってるんですね。これがね、強気というよりは自信と余裕に見えるいい塩梅なんよね。で、金髪ロングの縦ラインに片側だけループさせた結び目と、この長い黒リボンね。動きに合わせて揺れるリボンが視線を勝手に誘導してくるという感じです。次に髪の毛の柔らかさを見ていきましょう。計算は髪をバネ質量計と仮定しまして硬さを算出しております。するとこの長い部分は茹でたてのアスパラガスの穂先と同じぐらいの感じです。まあ、指を押し返してくる抵抗感はあるんやけど、そのまま繊維が柔らかく溶けていくような感じですね。まあ、これ想像しただけで、あー助かるわーってなるやつやんな。うん。柔らかさ度合いで言うとオーガスタと同じくらいのグループで、もうね、ロングヘアの理想系と言っても過言ではないでしょう。次に林寧の現時点での二次創作人気度を見ていきましょう。ピクシブにある各作品の割合を見ていきます。ピクシブにある全ての作品数は327作品でした。過酷作品は159作品になってます。つまり過酷作品の割合は 49% となります。まあ、これね、ほぼ半分ですからね。カンタレだとかいうのと同じぐらいの比率となっております。作品数自体はまだまだこれからやねんけど、投稿されるイラストの半分がもうそういう目で見られてるってことです。まさに我々紳士たちの主食になっていくだろうということが伺えます。今後も楽しみにしておきましょう。続きまして、性能とおすすめの凸数見ていきましょう。もうね、私が理解できた性能はもうこれだけですね。収装スキルは、次に登場するキャラクターに全ダメージブーストと解放ダメージブーストを与えるということだそうですのでね、支援ができるキャラということだけ分かりましたので、それだけお伝えしておきます。で、おすすめの凸数なんですが、これから皆さんに3つ質問します。これに、ね、全部ハイな方はガンガン凸っていきましょう。いいですか。まず JK が好きですか。はいの方は次行きましょう。次に、金髪ギャル好きですか。はいの方は次です。で、最後、太もも好きですか。はいの方、全部はいだった方はとつっていきましょう。それで大丈夫です。ここまでのビジュアルをまとめるとこんな感じになってます。リンネは健康的なメリハリと絶妙なお姉さん感が両立した理想のスタイルと言えそうです。制服を着つつもその大胆なギャップが見る者の本能を直撃してきます。余裕のある表情とふわふわな髪が最高にエモくて、一度見たら翻弄されずにはいられない魅力が詰まってると言えそうです。次にリンネイの香りを考察妄想しました。リンネイに近づくとピンクのガムの甘さと新しいインクの気配がふっと差し込み始めます。それは静寂を嫌い、日常に BGM を足しながらも自分だけの色を選び取っていく様子を表しています。やがて清潔なシャツの柔軟剤が肌に寄り添い、暖かなレザーが帰る場所の手触りとして残っていきます。そのネオンの明るさと落ち着きの余韻がそっと私たちを包み込んでくれることでしょう。ということで、いかがだったでしょうか。いや、最近ね、このチャンネルでやったのがね、チサでしょ、でゼンゼロのエレンジョーでしょ、で今回のリンネイちゃんじゃないですか。なんかね、若い子好きの変態チャンネルみたいになってるんですけどね、全然そんなことないですからね。僕はね、女の子なら何でも大好きというところですからね、今後もね、頑張っていこうかなと思います。この動画についてご指摘ご感想などありましたら、お気軽にコメントよろしくお願いします。今後もここでしか得られない女性キャラクターの最新情報を提供します。見逃したくない方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。あともコメントもお願いします。以上、ももかんでした。ではまた。